さあ皆さん、今からですね、世帯語、グラフの読み取り問題、やってみたいと思いますが、皆さん大切なことはやっぱりこれですね、正解のヒント、根拠の決め手となっている内容は、皆さん文の後半に存在することは非常に多いですよ。という考え方が実はあるんですね。で、もちろんこの動画は以前からお伝えをさせていただいてるんですが、まあ初めてという方実際いらっしゃるかと思いますので、ちょっと皆さん説明させてくださいね。で、そのことを皆さん一応文末焦点、エンドフォーカスと呼んでるんですが、具体的には、例えばこういうところです。B 動詞の右側、例えばこういう文章だったら、アペンのところが非常に重要、根拠となってますよ。もしくは一般動詞の右側、ボートの右側ですね、アブック、このあたりです。もしくは助動詞の右側、このあたり。前置詞の右側、このあたり。そしてさらには、否定語から右側ということで、こういうところですね。こういったところに正解の根拠が隠れているので、ちょっと皆さんそれを皆さんと共有、そして、問題の実演ですね、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ皆さん、グラフの読み取り問題ですね。行ってみたいと思います。で、皆さん、アスタディのところから一応文章始まってるんですが、これの上の方にですね、実は第一段落ありまして、それは全く説明に関係ないので、皆さん、ここから行きたいと思います。アスタディ was conducted ということで、研究が行われました。at four schools in Denmark、デンマークの4つの学校で。で、in order to investigate を調べるためにですね、で、how much different types of school yard areas ということで、校庭ですかね、グランドの様々なタイプ、それがどのようにして、どれぐらいですかね、頻度、は used、使われている、いたのか。そして、the whether students were active or passive in those areas ということで、その学生さんが、それらの地域ですかね、場所、つまり校庭で、積極的に使っていたのか、そうでなかったのかというところです。で、in the study、その研究では、school yard areas、校庭っていうのが、は classified、分類されてました。そして、defined、定義されてました。それは、by their primary characteristics ということで、主な特徴ですかね。いろいろあるんでしょ、いろいろあるんでしょうけども、それによって、分類され、そして定義されましたということです。で、それが皆さん、例えばこの、イタリックとなっているグラス、芝生ですよね。そして、マルチコート。これが2つ目でございます。そして、3つ目、ナチュラル。で、4つ目が、プレイラウンドですね。そして最後に、ソリッドサーフィスということです。で、これらのお話が、説明があってですね。で、この後、設問というの1番につながりますので、この後、行ってみたいと思います。さあ皆さん、問いの1番でございます。説明の指示ですね。According to the passage, what is the difference? 違いは何ですか、between マルチコートと温度、and solid surface ですね。で、皆さん、マルチコートはどのあたり書いてますかっていうと、ここでございます。マルチコート refer to fenced areas ということで、フェンス、囲いがあるんですかね。囲まれた、領域。で、on various surfaces ということで、様々な表面を持ってますと。で、like artificial grass and rubber ということですから、人工芝とゴムのような表面ですね。で、designed for tennis、テニスのために設計されたり、もしくは and other such ball games ということで、球技ですかね。他の球技のようなものにのためにデザインされてましたということでいいかと思います。で、皆さん、ソリッドサーフィスですね。それが、こちらでございます。ソリッドサーフィス described the areas、どんなっていうと、with the hardest surfaces like concrete ということで、最も硬い表面ですかね。コンクリートのような、そういう地域ということでいいかと思います。で、選択肢眺めていただきます。1番ですね。unlike マルチコート、ソリッドサーフィス contains artificial grass ということです。で、ソリッドサーフィス、というのは人工芝、それを含んでおりますということですが、ソリッドサーフィスのところを見てもですね、確かに人工芝、特にないのでダメそうだ。選択肢2番。unlike マルチコート、ソリッドサーフィス does not contain boundaries ということで、境界線を含んでおりませんということですが、境界線のお話もなさそうですね。で、選択3番。unlike ソリッドサーフィス、マルチコート has relatively soft surface。なんか比較的柔らかい表面を持ってます。それは made of various materials ということで、様々な素材ですかね。で、作られているということですね。で、確かに皆さん、マルチコート、様々な素材のお話がですね、ありましたね。このあたりですかね。ですから、on, various、このあたりですね。various
サービスイズ表面で、この辺りですかね。メイドオブ various materials、 この辺りと皆さん一致しそうですね。そして皆さん比較的柔らかい表面ということですが、もちろんこの具体例ですね、アーティフィシャルグラス&ラバーということですので、人工芝とそしてゴムでできておりますので、確かに柔らかいと、こんな感じでいけそうですね。でもちろんソリッドサーフィスと違ってと言っておりますので、ソリッドサーフィス、まあ、確かに硬いと書いてますからね、それに比べるとラバー、ゴムですから柔らかいというふうな判断ができそうです。で、選択肢4番ですが、Unlike solid surface, mulch coat is not surrounded by anything which makes it easy to access ということで、アクセスしやすいという話は、マルチコートのあたりには特にはないですね。ですから、選択肢の3番が正解ということでいいかと思います。ですね。で、問題は、根拠としたところでございます。皆さんも、色、線引っ張っているところを見ていただけるとわかると思いますが、on、前置詞の右側ですよね。そして、like も前置詞ですが、前置詞の右側が根拠になっております。そして、正解となった選択3番も、線引っ張っているところは、has ですよね。一般動詞の右側が、確定できる根拠となりましたということです。情報構造バッチリですね。では、問いの2番に行きます。サミさん、その次は問いの2番なんですが、そこの絵の問題、まあ、よくあるパターンですね。A、B、そして C で、何を入れますかという話です。そして、そこ3種類、オールスチューデンツ、これが一番左側、この目だったところですかね、左側、これがオールスチューデンツ。で、真ん中、チルドレンですね、この真ん中、チルドレンと。そして一番右側がアドレッセンツ、このあたりですね、という区分けになっております。で、さあ、どうしますかということなんですが、皆さん、ヒントは実はこの辺なんですね。ソリッドサーフィス、was clearly the area。ソリッドサーフィスというのは、はっきりした地域ですよ。in which all students spent most of their time ということで、すべての学生さんですかね、all students が、大半の時間を、まあ、費やしているというお話でございます。ですから、all students、学生さん、この A、B、C でですね、見比べていただけると、皆さん確かにソリッドサーフィスのところはこれですね、ソリッドサーフィスのところにもうダントツというところでいいかと思います。そして、そのソリッドサーフィスに続くのがこれですね、フォロードバイマルチコート、全クラスということです。ですから、このスチューデンツですね、学生さん、が次に多いのがマルチコートというお話でございますので、左側で一番次に多いのはこれですかね。つまり B のところ。これが、マルチコート。そしてその後にグラスが続きますよということですので、その次はこれですかね。左が、これが多いですね。ですから、A がグラス。そして B がマルチコートということでいいかと思います。で、根拠となったのは、やはり、ここです。ですから、場所的によく見ていただけると、確かにまあ文末っていうふうにも考えられますし、前置詞 by ですね。前置詞 by の右側が根拠になって、A と B ですね。決まっております。で、この後 C で決めていきますね。サミさん、その後ですね、文章を、まあ、その後を続けてこう読んでいくんですが、で、次はですね、おそらくこのあたりから決まってくるんですね。in comparison with adolescents。adolescents と比較すると、children spent more time。子供たちは大半の時間を、より多くの時間を過ごします。in all schoolyard areas ということで、校庭ですね。ただし、except for natural areas という話がございます。つまり、natural areas を除けば、多くの時間を過ごしますよ、子供たちはね、ということでいいかと思います。で、残っているのは、まあ、C なのか、D なのかということなんですが、実は子供たちはこの真ん中でございます。で、皆さん、
シートで見比べていただいて、子供がですね、音、まあ、数、時間的に音っていうのはこっちの方ですね、というところでございます。ですから、この選択肢のその C のところが、ナチュラルエリアズだと判断できます。で、じゃあ、どのあたりが根拠になったんですかということですが、またちょっと確定しますね。で、もう見ての通りでございます。except for ですね。これを除いてということですが、皆さん、前置詞ですね。前置詞の右側。これが根拠になっておりますね。これで皆さん選択肢眺めますね。さあ皆さん、先ほどのところでですね、もう A がグラス、B がマルチコート、そして C がナチュラルエリアズということが判定できております。ですので、この2番ですね、feature the following 点点点ということで、もちろん選択肢1番ですね、A グラス、B マルチコート、そして C がナチュラルというところでよろしいかと思います。こんな感じで1番の正解ということですね。ですから、とにかく皆さん、あなたが実際に長文読解をやる上で根拠ですよね。それが一体どこなのかを普段、意識しながらやはり解いていただきたいですし、その根拠となったところというのが一体どこなのか。それは非常に文末であることが非常に多いと。そしてそれをもう少し具体的に言うと、前置詞の右側だったり、助動詞の右側、一般動詞の右側、特にそのあたりを意識しながら、これからも頑張ってくださいね。